皆さんこんにちは、はい、今日はしゃがみ込みサーブの横下回転を説明していきます。はい、それではスイングの説明します。スイングはこういうふうにちょっとこう担ぐような、格好をまず作ります。そこから左膝の方に向かってこう振り下ろすような感じで、スイングしていきます。ここから肩の上からこう左膝の方にこうスイングしていきます。で、こうしゃがみ込んだ力を利用して、振っていきます。はい、捉え方はこのラケットのこの左下ですね、この辺で、捉えるような形です。ここからこう下に振り下げます。斜め下に振り下げます。こういう感じで、はい、担いどいて、そこから斜め下にこう振り下げます。ここからこう、こっちから、ここからこういうふうに縦にこう切るような感じをイメージします。まあ、縦にと言ってますけれども、ラケットの動作はちょっと斜めにいってますよね、はい。まあ、イメージはこう縦にいくようなイメージで、切り下ろすと、はい、こう構えます。で、上げて、ラケットを上げて、トスをして、引いて、この足を引きますね、はい、こういう感じで、引いて、振り下げます、はい、こういうような感じですね。で、しゃがんだ力を利用して、強く回転をかけます、はい、で、この時に前腕のこのひねりもちょっと使ってやると、より回転が、かかります。はい、これで、しゃがみ込みサーブの、横下回転ですね、説明を終わりします。ご視聴ありがとうございました。